さい。どうも、クビチャンネルです。今日は会社の駐車場で車中泊します。というのも、明日出勤の時間がいつもより早く、絶対に遅刻できない日なので、もう会社の駐車場で寝て、そのまま出勤したいと思います。会社の駐車場での車中泊、初めての試みなんですが、どんな車中泊になるんでしょうか。新しいポータブル電源、メーカーさんから送ってもらったので、今日はそちらも試していきたいと思います。なんと1000ワットまで電気が使えます。もう家ですね。途中でスーパー寄って、車内で調理して、一人で宴したいと思います。おっさんの生態系をですね、よかったら観察してみてください。はい、到着しました。じゃ、とりあえず寒いんでこたつつけたいと思います。フル充電しました。じゃあ AC オン押します。こたつつけて今温まってるんですけど、361ワット消費してます。またこれで時間とか測りながら、どのぐらい消費するか見たいと思います。あったか。そしたらとりあえずビール飲みたいと思います。今日は大好きな黒ビール買ってきました。ギネスビールですね。これすごいクリーミーな泡で、めちゃくちゃ大好きです。早速飲んでいきます。最高。はい、じゃあこのポータブル電源見ていきたいと思います。容量が1500ワットアワーあります。1500ワット1時間使える計算になります。やばいですね。ただ結構でかいです。これ1000ワットまで電力使えるということなんで、かなり使い勝手はいいと思います。なので今日はこのこたつつけながら、他に電気鍋とか調理器具同時に使ってみたいと思います。数字はもうすごいので、実際に今日車中泊実践で使っていって、使えるのか見ていきたいと思います。はい、そしたら、ちょっとつまみながらお酒飲みたいと思います。今日は無水鍋を作りたいと思います。料理家のリュウリさんが考えたレシピなんですけど、これがめっちゃ美味しいんですよね。で、車中泊に結構向いてるんじゃないかと思い、今日一回作ってみたいと思います。今日はですね、ポータブルバッテリーで動く換気扇持ってきました。これ扇風機なんですけど、ちょっと窓にはめて換気したいと思います。ちょっと今横にはね、車が行けないんで、隣にないの確認して換気したいと思います。そして反対側ちょっと開けます。これでちょっとつけていきます。
ていただきます。ちょっと塩かけたら美味しいですね。これビールとめっちゃ合います。うまっ。いやー美味しかった。無水鍋手軽ですぐできるんで、結構車中泊とかでも簡単にできたんでありですね。ちょっと薄すぎてビール4本あげちゃいました。会社のマンションに水場がありますんで、ちょっとそこでもうこれ洗っちゃって髪の毛して寝たいと思います。なんですけど、ちょうどいい収納場所が見つかりました。この助手席の上にコンテナボックスを置いてるんですけど、そこの上にちょうどはまりました。これをこれを置きます。こんな感じでぴったしはまります。でまたこっちがテーブルになるんで、例えばこういうなんか物とか置けるんで、収納がさらにアップしました。はい、じゃあ今日は寒いんで電気毛布つけて寝たいと思います。あったか、電気毛布がめちゃくちゃあったかい。ぐっすり眠れそうです。おやすみなさい。電気毛布は真ん中の中で使いました。バッテリーは今ちょっとメモリ半分減ってます。まだ半分残ってますね。このポータブル電源でこたつでぬくもりながら電気鍋で調理して、電気毛布も朝まで余裕で使いました。すごい機能ですね。その分値段も張りますが、選択肢の一つとしてありなんじゃないでしょうか。ちょっと早く起きれたんでコーヒーだけ飲んで仕事行きたいと思います。初めて会社の駐車場で車中泊しました。いや、他の車もどんどん出勤してきてます。会社の駐車場、水も使えるしトイレも使える、そして何かトラブルとかで動かすこともない、なかなか車中泊向きな環境だと思いました。ただ精神的には職場なんで癒されることはできませんが、めちゃくちゃ次の日朝早かったりとか、もう例えば会社の近くで飲み会してもうそのまま寝たい時など結構ありなんじゃないかなと思いました。さあ、それでは仕事も頑張って楽しんでいきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。さあ頑張ろう。